顔もチェルシー、どうもアキロです。ということで皆様ね、明けましておめでとうございますということで、今年もね、プラクフットボールチャンネルをよろしくお願いいたしますということで、もうね、16日になってしまっていると、撮影日ですね。ちょっと長らく、動画が投稿できてなかったということで、新年初めての動画になるんですけども、早速、本日の企画を発表していきたいなというふうに思っております。2324シーズンの前半戦選手評価やっていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ということでね、プレミアリーグも前半戦を終えて今後半戦になっているいますけどもね、この、約8月から12月の、半ばぐらいまで、大体19節が前半ですけども、この前半を見てね、今シーズンのこのチェルシーのスカッドでの、選手の評価をしていきたいなというふうに思っております。それじゃあね、早速やっていきましょう。しゃ、はい、ということで早速やっていきたいなというふうに思っております。対象選手はですね、0試合の選手は評価の対象にはしておりません。今回の対象は C-CBAA+、S 評価でいきたいなというふうに思っております。もう C-CB、B まではね、もう適当じゃないけど、軽くお話しするレベルでやっていきたいなというふうに思っておりますね。まずですね、SC-1 人目でございますけども、レスリー・ウゴチクでございます。今シーズンですね、ウゴチクはですね、何試合出場してるのかな、10試合出場でございます。この選手ですね、私はヒロからすると今のチェルシーには非常に合ってないというか、なんか見てて楽しくないというかね、不安でしかないというか、ファールしかしないっていうイメージが非常に強くて、ポジショニングの部分で非常に悪いところもありますし、まだね、19歳というところもありますんで、これからまた改善してくると思いますけども、前半戦ではね、ちょっとあまりいい印象は持てなかったですね。はい、続きまして、カーニー・チクエメカでございます。はい、チクエメカなんですけどもね、今シーズンたったの3試合出場1ゴールと、ウェストハム戦を最後にね、負傷離脱ということで、今ね、ベンチには復帰してきましたけどもね、こちらの選手はですね、この C-の理由はもう一言で怪我ですね。はい、今シーズンね、序盤は非常にチームの中心的役割でオフェンシブミッドフィルダーで、1ゴール、ウェストハム戦のゴールは忘れておりませんけどもね、怪我がなければまた評価も変わってきましたけども、怪我があったので、こちらも C-にさせていただきました。続きまして、ロメオ・ラビアですね。今シーズン、1試合出場でございます。こちらももう怪我でしょう。ほとんど怪我で離脱してしまいましたし、この間、ラビアが後半から出たんですけども、その後に、ふくらはぎ、ハムストリングがどっかの負傷で、また離脱と。これ、はい、こちらも、あれですね、怪我ですね、本当に。はい、続きまして、同じく C-評価、クリストファー・エンクンクでございます。エンクンクを、C-にするんですか、アキロさんって感じなんですけども、今シーズンね、3試合、出場で1ゴール決めております。そうですね、なんでしたかというと、これもやっぱ怪我でしょうかね。やっぱ今回も股関節の怪我でまだ離脱してますし、ちょっとなかなかスペ体質っていうところもありまして、今後ね、怪我がなくなってくればまたいいんですけど、またね、リース・ジェームズとかチルエルみたいなね、モロハの剣にならないことを願っております。シーズン終わりにはね、もっと評価が上がってくれることを願っております。続きましてですね、デイビッド・ワシントン君でございますね。ブラジル人のセンターフォワードでございますけども、今シーズン1試合の出場、突然出場でございます。はい、この選手もね、もう全く出場機会は得られてませんし、もう本当10分ぐらい見たぐらいなんで、何も評価ができないので、もっと出場次回を増やしてくれれば、ちゃんとした評価をしてあげれるかなというふうに思いました。以上ですね、C-の選手の、ご紹介でした。続きましてですね、C 評価、いっていきたいなと思います。まず1人目ですね、ベン・チルエルでございます。こちら今シーズン7試合の出場、1アシストでございます。まずですね、今シーズン7試合出場といっても、もうほとんどいた記憶がございません、ワキロ。はい。もう左サイドバックはずっとコルビルがやってた印象しかなくてですね。しかもね、チルエルが使われる場所ってまさかの左ウィングとかが多くて、ウィングの替えで使ってるみたいな、いうところもあって、ちょっと使われ方と、やはりその、稼働率の悪さっていうところで、C-にしました。はい。今ね、
ちゃんと復帰してますんで、後半から、ちゃんと活躍してくれることを願っております。続きまして2人目ですね、リース・ジェームズでございます。今シーズン8試合の出場で1アシストでございます。右サイドバックで活躍しておりましたけどもね、この1アシストはシティ戦のスターリングへの、ゴールアシストということで、まあ、こちらもやっぱ怪我が多くて、今シーズンね、序盤はすぐ怪我して帰ってきてね、もうこれ来たんじゃないかと思ったらまたハムストリングを痛めると、これでもう4月上旬、まあ、今シーズン絶望的ということでございます。まあ、こちらもリス・ジェームズはもうこの C 評価で今シーズン確定かなとは、まあ、大体、まあ、思いますね。もしかしたらもうちょっと下がるかもしれませんけども、はい、っていう感じですね。はい、で続きましてこちら、最後の、C 評価になります。こちらギルクリスト、選手になるんですけど、ちょ今シーズン何試合出たかちょっと手元の情報になくてですね、ちょっと多分3試合ぐらい途中出場で出てるんですけども、まあ、これもやっぱり出場機会の少なさというか、途中出場でやっぱ守りきるときに使われてるので、で、まあ、個人的な印象としては、まあ推進力はちょっとあまりないかなと、ちょっと縦突破に追いつけないとガチなとこが結構あったので、まあ、でもそれ以外の、対人能力とか足元の、能力と、あと空中性の良さっていうのは非常に良かったので、まあ、今後の、チェルシーの、センターバックを引っ張ってくれていくいいユースの選手じゃないかなとは思いました。以上 C 評価でした。続きまして B 評価です。こちらもね、紹介していくんで、まあ、こちらはねちょっと B 評価ちょっといい、まあまあいいぐらいのレベルで考えていただければいいなと思います。まずですね、1人目のにマドゥエケでございます。今シーズン10試合の出場2ゴールでございます。まずですね、マドゥエケですけども、あんまりね印象がないんですよね。これこそ全くマドゥエケには印象がなくて、最近ね、あの2ゴール2試合連続ゴールも決めましたけども、ねもっと出場機会得られれば必ずあの点には絡んでくると思いますし、で今シーズンの出場は、8試合突入出場で2試合先発というところで、あんまり、出場機会に恵まれてないんですよね。でもっとね出場機会恵まれてくれば、スターリングとかの代わりでね使われることもあるでしょうし、まあ今後に期待な選手でございますね。あとはポチェティーノのサッカーに合うかですね。続きましてアルマンド・ブロージャーでございます。今シーズンですね13試合1ゴールでございます。まあ、この選手もねもう一言で言ってしまえば得点を決めれてないっていうところが、まあ、ワヒロの評価では結構来ているところで、もうね何でしょうね、ポストプレー非常にうまいんですけど、やっぱそこからの展開への判断能力の遅さっていうのが結構目立ってて、他にもねやっぱゴール前での落ち着きはあるし、ボールタッチも非常に細かいんだけど、もうあくまでそこまででシュートまでいけないっていうところが非常にあって、っていうところがもうやっぱ点が取れてないっていうところは、やっぱここがやっぱニコラス・ジャクソンの差別化になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、で続きまして、キーパーロベルト・サンチェスでございます。おえってなるでしょ皆さん。今シーズン16試合、出場しております。 PK セーブ、3分の1、そして無失点試合が3試合でございます。サンチェスに関してはね、ちょっとね個人的にはね、危険を犯しすぎな選手の一人じゃないかなと思っております。それにしてもねやっぱね、セービングに関してはビッグセーブ多いし、しかも、ね、ビルドアップもつなげることもできるしっていうところはあるんだけど、やっぱり結構自分の利き足、ビルドアップ能力に非常に得意としているというコメントも、結構前に見たし、まあ、それでやっぱ結構危険度の高い縦パスをよく通したがるんですよね。でそれでカットされて失点絡むとか決定機出したりとか、あとロングボール、サイドハーフら辺に出すロングボールが全く繋がらないんですよ彼。そういうところでやっぱボールが切れたりとかしちゃうんで、まあ、ちょっとこれはね、キーパーとしては、現代型のキーパーとしてはもっとやってほしいなと。ビルドアップ能力がやっぱり欠けているのと、ちょっと挑戦しすぎっていうところはありますね。はい、続きまして、バディアシルいきましょうか。これこちらですね、今シーズン6試合1アシストでございますね。
まあね、この選手もね、非常にね、あの背が高くて身長194センチということでね、非常にいいんだよ。うん、むちゃくちゃいい選手だし、やっぱチェルシーには少ない身長の高い選手で、やっぱ高さを支える部分には非常にいい選手だと思うんだけど、まあ、やっぱいまいちまだ安定感にはない、安定感がないかなっていう風には見てて、はい、なんだろうね、そのなんだろう、ちょっとニューカッスル戦もあった通り、あのカラバーカップね、覚えてると思うけど、ああいうのも見て思ったし、なんか非常にね、不安定さが見えるかなっていうふうに思いましたね。さあ続きまして、マルク・ククレジャ選手でございます。こちらですね、今シーズン9試合出場で、0アシスト0ゴールというところでございますけども、ククレジャに関してもね、もっとできた、うん、もっと出場してればもっと結果出したと思う。非常に対人守備良かったし、一時期は右サイドバックも任せられて、右サイドでも非常に高い対人守備と高いの、あの攻撃性能を出してて非常にいいんだと思ったんだけどじゃあやっぱここで足首の負傷と、でもう手術も受けてましたし、一時期包帯ぐるぐる巻きでね、足がで2月下旬までいないということで、やっぱこの長期で離脱っていうところはやっぱ非常に大きくて、なんでね、ここで左サイドバックがいなくなったのに、なぜマートセンをね、ドルトムントに出したかっていうところは非常に意味が分からないんですけど、私の中では。はい、まあチャンスを作り出してたんですけど、やっぱりククレジャなりのね、攻撃性能の低さ、まだやっぱ垣間見えるかなっていう。もうちょっと攻撃が良くなってくればね、あの評価も上がってくるし、やっぱあとアシストっていうね、後押しが欲しいよね、点というね。はい、そんな感じです。さあということで、本日の動画以上にしていきます。チェルシー2324シーズンのね、前半戦評価第1弾、前半戦でございました。続きましてはね、A 評価、A プラ評価、S 評価のこちらの3項目をね、出していきたいなというふうに思っております。 A 評価、S 評価見たかったよ、聞きたかったよっていう方は、次回の動画そちらで、ぜひともね、また次回の動画を見てね、ご確認ください。本日の動画ですね、2324シーズン前半戦の評価、C-C、 そして B 評価の選手を紹介していきました。また次回の、続編後編にてお楽しみください。それじゃあね、また次回の動画、そして配信の方でお会いしましょう。さよなら。